はい、どうも、こんにちは。今回でまたデトロイトビカムヒューマンやっていこうかなと思います。前回は、カーラがなかったんだよね。マーカスでちょっと下水のここを探索したら、まあ、こうジェリコっていう場所に来て、まあ、いろんなアンドロイドがいるんだけど、いろいろなんていうの、廃棄予定っていうかもう、社会生活には戻れないアンドロイドがいっぱいいる場所なんだけど、まあ、そこに来たっていうのと、あとはまあ、コナーの話がちょっと進んだかなってとこで、カーラなかったのが気になるんだけど、まあ、とりあえずやっていくわ。とりあえず、まあ、じゃあ、火つけれんの？これでも。起こしていいの？勝手に。え、起こしていいの？うわ、すげえ！ライターついてんの？お前、手、指に。かっけえ。あ、みんな、火が好きなのか？動ける。動けたわ。みんな火が好きなのか？話す。あ、結構やばいじゃん、お前、見た目。僕、ひどい状態だろう。ひどいね。診断プログラムももう動かない。ああ、やばいじゃん。動いたところで結果は変わらないけどね。何があったんですか？車の後ろに縛り付けられてね。人間の暇つぶしさ。怖すぎるでしょ。シャットダウンするの。いや、死にたくない。怖すぎるわ。人間怖すぎるわ。人間。なんかこういう輩がいるからね。もう多くの人間はそんなことしないんだけど。こう、やっぱ重役がいそうだな、ここ。やめよう。ここ、なんか偉い人いそうだな。大丈夫かな？いるな。多分これ、偉い人だな、多分これ。リーダー格だ、リーダー格。あ、火起こせんじゃん、いっぱい。カチッとなっと。みんな火つけれないの？ダッサ。みんな火つけられないとかダサすぎるでしょ。やばいんだけど。あ、話せる人いるじゃん。人あ、こい間つはもボロい死ぬな。ことを怖がっている。死んだ後はどうなるの？怖いなー。さあ、僕にはわからない。私はあと数秒で死ぬマジ？わ。あなた、名前は？マーカス。怖い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 。何何、俺に転送すんの？なんか。会えてよかったわ、マーカス。ああ。なくなった。うわー、深いなー。なんか目つぶって終わるんじゃないんだもんな、人間と違って。まあ、人間も目開いたまま死ぬかもしんないけど、知らないけど。なんかこう、本当にプログラムが終了した瞬間って感じだよな、アンドロイドって。何見てんの君？あ、子供いんじゃん、子供ロイド。あ、でも動いてないな。目が座ってやがる。いらなくなったからって捨てられたのさ。やば。ここに来るまで路上生活してたんだ。へえ。何かしないとみんなシャットダウンしてしまう。修理にはブルーブラッドと青ジョ炭鉱にッいるシュ。ジョッシャッシュ。トダウンした人から回収してるけど、それじゃ足りないんだ。じゃあどうするんだ？みんなゆっくり死んでいくんだよ。怖ー、なんか悲しいなー、この空間。あとは、こっちか。あ、火起こそうぜ、火起こそう。プロいるんで、こっちは。火起こしのプロいるんでね。みんな、温まろうぜ。あったかいという感覚があるのかな、でも、アンドロイドには。箱にはもう何も入ってない。何も入ってないってどういうこと？もう何もってどういうこと？サイバーライフ。サイバーライフ阻害港、ミシガン州デトロイトに出動するモデル。ルートを消え、ああ、そこに行ってなんかもらおうって。
ジェリコを探索する。ルーシーと話す。じゃあルーシーと話さないといけないんだ。あと結構あるけどな。でもまだ火起こしかな。火起こしだな。1個は火起こしだ。起こすよ起こす。火起こすよみんな。てか薪置いたい。てかさ、マーカス修理した割にはすごいあれだね。なんか仕上がってね。ノース、あーさっきのやつか。いつからここに。いつからここに。4週間と3日と11時間。1ヶ月か。逃げた時行く当てがなくてね。かっけえ顔してんな。負傷者たちについて。みんなかなりひどい状態だ。人間に逆らうとこうなるのよ。あ、でこいつがあれかな。ミッションで話さないといけないですか。やば。済んじゃった。俺一個調べてないのに。ジェリコについて。一体誰がここ。あれ何。今じゃ誰も知らない。誰であれこの船のどこかに眠ってるんじゃない。え、ここ、あ、そっか、船か、船か、そうだそうだ、よそに行けば。そうだ、船だった、ここ。思い出したわ。下水場だ、下水場だ、ね、じゃねえわ。船だわ。え、終わった。ルーシー、ああ、じゃあ、進んでないわ。よかったよかった。じゃあ、あそこか、あの、ボスがいそうな場所。あそこに行こう。ここ、ここ。ここ、ここ、ここ、ここ。ボスがいそうな場所。ボス、会いに来ました。はじめまして、よろしくお願いします。え、あなたがルーシー。やば、ボロボロじゃん。座って。やば、どうやって生きてんのお前。逆にえ、すごくね。どうやって生きてんの。ルーシーどうやって生きてんの。怖いよ怖いよ。ルーシー、ルーシー怖いよ。止めてあげましょう。え、ルーシー、ルーシー痛いってそれ。熱い熱い熱い。ルーシー、え、飲んで。あ、ブルーブラッドっすか。ルーシー、お医者さんか。ルーシーはなんか、まあ、ブルーブラッドだもんな、どう見ても。ルーシー手を出して。はいはいちょっと怖いけど。あ、俺のデータが見られる。やばい。あ、俺の境遇がバレる。ルーシー、全て持ち、全て失い、その後ひどい地獄を見てきた。そうです、はい、まさにそうです。でも影もあり、また光もある。どちらが勝つか。私たちの運命はあなたの手の中に。怖い怖い怖い。何この時間。サイモンに計画を提案する。サイモンどこ、どこが出んだっけこれ。あ、こっちか。サイモンどこいる。サイモン、あ、いた。サイモンだ。サイモンあいつでしょ。だから多分あの少女勇敢のやつだった。多分一番最初コーナーで戦ったあいつでしょ。サイモン、修理に部品が必要なんだろう。港にあるサイバーライフの倉庫、あそこなら全て揃ってる。警備がいるだろう。自由に部品を持っていけるわけじゃないんだ、うん、彼らに頼んだって。人間に頼む必要なんかない。武器はどうするんだ。
ろくに戦い方だって知らないんだぞ。だったら戦わずに盗めばいい。マジで？無理にも程があるだろ。無理でしょう。でも何もしないよりはマシだ。まあそうだわ、そりゃそうだわ。ノース、ジェリコ、試す価値はある。サイモン、ちょっとノース、ジェリコ、サイモン覚えよう。名前多いな。でも覚える名前が。やろう。コーナーの相棒は誰だっけ。でもなんか怪奇的、あ、世間か。コナーの相棒が、何警棒だっけ。ハンクか。いやー、覚えられないわ、これ。ジェリコ、ノース、サイモンね。オッケーオッケー。あ、カーラっぽいぞ。あ、カーラだ。やったー、久しぶりに会えたな、カーラ。カーラもあれじゃん。最初教えてもらった方向に行ってんじゃないの、これ。いやー、カーラいいなー。この見た目のカーラもいいなー。なんかあれだ、暗いなー。俺のデトロイト、世界が暗いなー。なんか全体的に着いたわ。コナー以外暗いんだけど、なんか世界が暗い。あ、やっぱそうだよね、教えられた場所だよね、やっぱ。あいつに着いたわーってことは。しかもなんか結構歩いてるっぽいし、行こう、行くぞ。助けを求める。誰がいんの、人間。なんか暗いわ。考えさせられるな、俺のデトロイトの人生は。こっち鳴らす。電話みたいな。うん、ちょっといる。お、ズラトコさんですか。何の用だ。助けてもらえませんか。何の話かわからん。さあ帰ってくれ。悪いな。ごめんで。お願い、助けて。怪しいおじさんかな、はい、なんか怖いおじさんだと。どうしよう、まだ DV おじさん。DV おじさんの歌があるぞ、まだ。この見た目だと。優しいおじさんかな。閉めるよ、扉ちゃんと。あ、閉めるな。さすがだな、カーラ。さあ、入って。遠慮はいらん。失礼します。ずらとこについていく。とことこ、ずらとこ。ずらとこにとことこついていくからね。ユーサー、お嬢さん方のコートをお預かりして。はあ、大丈夫だよ、怖がらないで。でかっ。ユーサーは私が助けたアンドロイドの一人だ。家がこんなに大きくても一、うん、人だと寂しいからな。でっけえな、てか家めっちゃでかいな。ちょっと暗いけど。さあくつろぐといい。これでも俺らアンドロイドって分かってんのかな、こいつズラトコさん。俺らのことアンドロイドって気づいてんのかな。私のことは誰から。通りすがりのアンドロイドが助けてくれるかもって。なるほど、セクシーだな、カワラー。てか変異体か。胸元ばっかり開いてるやん。その子は。人間です。ズラトコさん、後ろ根が怖いわ。てか行きたいのか。人生をやり直せる場所だろう。はい、ちょうど今ならカナダはいい季節だろうな。景色もいいし、はい、空気も新鮮で土地も広い。はい、アンドロイド法もないしな。マジ新規一点にはもってこいだ。ええ、そういう場所に行きたくってだろうな。後ろ根が怖いって。トラッカーを取り除かないと。トラッカー。ああ、トラッカー。アンドロイドには位置を特定するモジュールが取り付けられている。ああ、なるほど。それさえ外してしまえば君たちも安全だ。ほら来なさい。怖い怖い怖い。手術すんの怖いわ。ああ、
その子は今で待たせておくといい。いえ、この子も一緒に行きます。していこう。そうか、こっちだ。必要なものは地下にある。必要なものは地下にある。マスク外してくれるんですか、もうゼラトクさん。ちょっと今見れたちょっと待って、見れたって今ちょっと見れ、カメラ。あ、オッケー。よしよし、見えた。よかった。あ、行くわよ、おい、行くわよって。動かな、なんで。行くよ。ごめんって、ずらとこさん。興味があったんやって、ホンダに。行くって、おい。アリス。私ここ嫌い。わかる、俺も嫌い。あの人も、きっと良くないことが起こるよ。経過してみようか、一旦。私も信じてない。しないで。うわ、怖。散らかってて悪いな。牢屋じゃん。機械を隠しておく。あれさ、あれなんだ。だから警戒してるのがこうやって出てんだ、動きに。の違法だからな。快適でもバレちゃ身も蓋もないだろう。その子が怖がってなければいいんだが。いえ、この子は平気です。そうか。ああ、聞けってことはアリスに。オッケー、ごめん。おいで、アリス。ん？さあ、ほら、こっちだ。何これ。今、開いたよね、でも今。今、開いたよね。うわぁ、後ろいるし、あいつ。怖っ。でも、あいつもアンドロイドだから、まあ、そこまで悪い人じゃない気がするけどな。怖い、挟まれてるんじゃん。怖っ。これ大丈夫かな。怖っ、やばいんだけど。それじゃあそこに立ってくれるかな。ちょっと待って。怖いってこれ。てかこれなんか変わらへん終わりそう。変わらへん終わりそう。大丈夫かな。怖い。いやー、怖いよー、ガーラー。これ、カーラー終わったらどうしよう。怖い。先に言っておくが、少々痛むぞ。ああ、やばい。怖い。大丈夫かな。ゼラトコさん。アリス、不思議というか、どういうわけかは知らんが、トラッカーは変異体になると機能しなくなるようでな。だから見つけづらいんだ。つまりトラッカーを取り除く必要なんてないんだよ。でもさっき。ああ、人は疑うということを知らん。変異体は実に無知なやつばかりだ。お前らはみんな俺に助けを求めてやる。やばい。そいつらを初期化して売り払う。じゃなきゃここで実験に使う。いや、やめて。リセットなんて嫌。やめて。やめて。ガキがいたんだったな。忘れてた。ああ、閉じ込めとけ。そいつは後だ。アリス、いや。ちょっとやだ。母親ごっこをする変異体か。こりゃ感動ものだな。だが愚かだ。これ抜けれたのかな。苦しみから解放してやろう。やめてやめてよ。やめてやめてくれ、やめてくれ、頼むって。やめて。あ、やばい。助けて。やばい。やばい。ちょっと助けて。めっちゃ連打してるから。助けてお願い。ってやつは厄介だ。これもうゲームオーバーじゃん、絶対。いつも同じ終わり方をする。いや、俺、カーラーやりたいって俺。正直、記憶も感情もない方がマシってやつさ。俺、カーラーやりたい。苦しみもない。裏切られる。ただ、あれなんだよ、ルート解除されてんだよ、あっちの。羨ましいくらいさ。だからもしかしたら
いそうなアリス。ああ、ママはもうお前のことを覚えていないみたいだぞ。アリス。ちょっとみたいだな。アリス。やだ、俺も行きたい、俺も。ほら、こっちに来い。アリス。アリス。なんでこんな変な大人ばっか。こんなクソみたいな大人ばっか。ごめんってアリス。あ、やっぱほら、DV 男じゃん。アリス。アリス。助けて。助けて、お前。リビングに来るんだ。え？え？どういうこと？は？サーキット処置される。じゃあ、こっちなんかないの？あ、押す。で？で、何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 ？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、できる、できる、何ができる、何ができる、何ができるはず、ちょっと。早く。早く、早く、早く、何、何、何？押す。頼む、頼む、頼む、頼む。頼む。何か変わってくれ、何か変わってくれって。は、何か変わんないの。ちょ待って、ちょ待って、なんかない。は、あ、気づくのが遅かった。いや、気づくのが遅かった。待つ。え、何、じゃあ赤があんのか。じゃあ、いけ、やばい、気づくのが遅かった、やばい、これまずいな、まずい、まる、あー、もうやり直させてください、やり直させてください、お願いします。これむずいなぁ。どうする、とりあえずこのストーリー見て、あれか、やり直すか。そうしようか。とりあえずこのストーリーだけ見よう。とりあえずこのストーリーだけ見てやり直そう。何？はっ！思い出したのか、お前。私は、よしまず書くのか。いや、まだあるぞ、ワンちゃん。見せてやれよ、カール、お前の力を。助けてくれ。ワンチャンあるぞ、ワンチャンあるぞ、これ。は？最強アンドロイドいる？最強アンドロイドいない？カール、思い出す、まさか。でも奴こそ化け物だ。俺たちにこんなことして、うわぁ、自分が誰なのか思い出せ。じゃないとあの子は死んでしまう。カール、いける？カール、いけないんだったら俺やり直すよ。彼いけないんだったら俺やり直すから大丈夫。彼無理なら俺やり直すから大丈夫。彼無理なら俺やり直すから。ケーブルの位置。まだいける。あ、いけないんだ。ん？あー、無中。ごめんって、アナログスティック難しいんだって。これ。カーラ無理だ、俺やり直すから。カーラ、あ、
彼は無理なのにやり直すからね、大丈夫だよ、安心してやり直すから。ケーブルネイチャーは俺知ったから、おケーブルネイチャー知ってるから大丈夫、次やるとき失敗しないから大丈夫大丈夫、彼大丈夫だから。うわー、この薬と何が起こるんだ。彼思い出せ自分のことを。はっ、思い出せんのかお前。彼頑張れ。ただケーブルやり直した方がなんかすごい幸せな終わり方しそうだから、そっちやり直したいな。でもこっちなんか扉見えるぞ。開ける、開けるって何、開けるって。先にちょっと調べた方がいいかな。あーでも記憶が消えるから、私の名前、私の名前ってどんどん開いてるぞ。え、これ開けるの怖くね。リビングでルーサーに会う。え、これ開けたらどうなんだろう。でもなんか開けてた方がいい、これどっちだ、これ開けてた方がいいなのか、開けたらバレるなのか。開けてみるか。開かねえ開かねえ。よっ、彼やり直すから大丈夫、安心して。ん、思い出せるか。ご主人様の食事だ、持っていけ。はい、ルーサー。お前出せないか、カーラ。どっちにいいんだよ、てか。どっちにいるか知らねえよ。あ、こっちか。え、なに？なに、ここ。所有者と残る。いや違うな、多分これこっちから出られるぞってことじゃない。こっちから逃げれるっていう選択肢じゃない今の。ん？何これ。思い出せるか、カーラ。カーラ？ん？で、安全な。カーラ思い出せるか。人生をやり直せる場所だろう。あ、でも私ハッシュ生はカーまで出てるぞ。使え、頭を使え、何かあるぞ絶対に。何かがある、この空間に何かがあるぞ。でもなんか寄ってから見えたんだよさっき扉。ちょっと待って、まだ違う、まだ何かがある、何かがあるはず。ないんか。何かがあるぞ。違う、何かがある。探さないと。何かがあるぞ。ちょっと待ってくし緊張してきたな。何かがあるぞ。でもまだまだ逆転のケーブル外した方が幸せだったかも。いや、逆にこっちの方が幸せなのか。てかずらとこどこいんの、てかあいつやばい、めっちゃ緊張する。やばい、めっちゃ緊張すんな。緊張するな、なんか。やばいやばいやばい。あ、つか、上にいんのか。てか、そっかそっか、下にいたのか。
これ下行ったらどうなんだろう。あー2階にね。オッケーオッケー、ごめんごめん。いやまだ逆転チャンスある。いやめっちゃ緊張する。何これ、めっちゃ緊張するな。なんかあーごめんて。あああそこのテーブルの上に置いておけ。え、なんかやってない？残骸を処分しよう。隣の部屋に持ってけ。あの女何も言わずに消えやがった。ああ俺のことゴミくるみで見せて会計しといて逃げやがった。あの時の記憶が。おい、聞いてたのか。はい、ご主人様。いや、これいけるか。ルーサー、ルーサー、この方が見えた、見えた今。お呼びですか。あと10分もすればここも片付く。そしたらガキをどうするか決めるぞ。はい、ご主人様。10分後に子供を連れてきます。やばいやばいやばい、ちょっと頑張って、ちょっとやばいやばい、まずまずまず。10分。エイクめっちゃ緊張する、めっちゃ緊張するって。あの女の子は誰、思い出せ。思い出せ。思い出せ、思い出せ、思い出せ。みんなー、お前、シンプルに優しい巨人がおる。どっち？でもなんか部屋の位置的にこっちじゃない？多分。あ、この火は、火は思い出せるでしょ。あの記憶だもん。あの記憶があるじゃん。火は。そうだよね。頑張れ、思い出せ、カーラ。これやり直し深いな。ちょっと待って、ケーブル切り以外にもやり直し方法いっぱいあるぞ。いけるカーラ、私の名前カー。いけるいけるいける。ちょっとこれは今朝発生したアンドロイドの逃亡事件にデトロイト住民の不安が募っています。目撃者の情報によると若い女性と少女が警察から逃走を図った模様ですが、理由は明かされていません。ああ、この記憶か。なるほどなるほど。ことで警察はやむなく、私の名前はカーラ。逃亡者の生存は未だ、はあ、また未確認のアリスを探す。カーラー、了解。逃げる。アリスあっち側にいなかったからな。こっちか。アリス、アリスいる。はっ、来た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 って。アリス、カーラ、カーラ、静かにして、静かにしろって。カーラ覚えてるの？静かに、静かに、忘れるわけない。静かにね。本当にごめんね、こんなとこ来るべきじゃなかった。おい、逃げ道知ってるから、逃げ道知ってるよ俺。音を立てないようについてきて。でも大丈夫か。
こいつは終わりだ。ガキを連れてこい。はい、ただいま。どっちどっち、え、わかんないわかんない、見えない見えない。何何、どういうことどういうことどういうこと、わかんないわかんない、ちょっと待って、何何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 何、あーなるほど。隠れる、え、いや待ってくれよ、いや着くはダメでしょう。へえ、これ、やめなさい。子供が消えました。突然いなくなるはずないだろう、どこかにいるはずだ。ちょ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 、違う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 って、押してるって押してるって。なに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 、これなに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 これ、なんかなんかゴリ押した、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 なんか負けんぞ負けんぞ、おい負けんぞ、おい負けんぞ、おいまずい、どうすんのどうすんのどうすんの、てか見てなかった、選択肢話せよ、おいどうする、あれ、はい、バツ、いけ、いくぞ、あれ、あ、いいぞ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 、いける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 、逃げる逃げる逃げる、あれ、いける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 、見せらんからな絶対、これは俺絶対見せらんからな、バツ、絶対見せらんからな、これはバツ、さっさとしろ、バツ、あれ、逃げるぞ絶対逃げるぞ、いや多分これアンデルで守ってくれるんじゃないか、なんかこうギリギリ逃がしそう。大丈夫大丈夫大丈夫。じゃあこっちこっちこっち。まれ、こっちこっち、絶対こっち。閉まってるから正面は。まれ。ば、いけいけいけ。よし。いやこいつ止まってくれるんじゃないか。アリス。アリス何やってんの。いて、アリス、多分これ一緒に行くの、行くの、急いで逃げるのよ。あ、でも逃がしてくれるかな、これ言っただろう、頼む頼む、逃がしてくれ、よくお逆らえ、頼む、巨漢本、何してんだ、早くそこをどけ、いいえ、どきますか、おい、さっさとそこをどかなきゃお前にぶっ放してやるぞ、おいおい、何しやがんだ、お前も変態だぞ、お来た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 、逆襲だぞ、おいおい、お前らなんでここに、誰が出した、逆襲してやるぞ、俺が開けたぜ、俺が開けた、おいやめろ、ちょっと長くなっちゃったな、やばい、ご主人様だぞ、おいお前、てかめっちゃ高くなっちゃった、ごめん、お前守ってくれたのか、巨漢、本当にすまなかった、いやー名前教えてよ、その子がお前のために危険を犯すのを見て、まるで初めて目を開けた気分になった、やっと目が覚めたんだよ、あんなことをした後じゃ信用できないだろうが、国境越えを助けてくれる人を知ってるんだ、あ、まだあんのまだあんの、俺も一緒に行こう、マジ、俺がお前とその子を守ってやる、おい、もう名前教えてよ、仲良くしようぜ、分かった、何、名前なんていうの、信じるわめっちゃ動画なくなっちゃう、ごめん、名前なんていうのお前、
教えてよ、お前めっちゃ好きだわ、多分一番好きかもしんない。本当によかった。幸せ、よかった、超えられて。めっちゃあんな分岐。あ、これがだからクリア分岐か。こっちが失敗だな、下が。こっちなんだ、クローゼットね。クローゼットに隠れないルートか。なんか、いまいち隠れ方が分かんなかったから、ご了承したわ。まあ、とりあえず、ここら辺じゃ一旦切るわ。じゃあまあ、あざした。